どうも、ケイチクでかい、馬田です。おっ、しゃっしゃ、プランクトン、いけ。何も言わないでしょ、これは。というわけで、今回、馬田ビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけで、今回も非常に都市伝説に詳しい、この方、ミスター関を呼んでおります。おはい、高橋、Nice to meet you too。高橋じゃねえよ、俺の名前。今回の都市伝説は、最近、2000何年代から、未来人が来ることが多いんだけども、今回の未来人はなんと、西暦4932年から来たトラベラーが現れた。というわけで、今回、その4932年から来たタイムトラベラーについて触れていきたいと思います。で、この4932年、まあ、2900年以上先の時代からタイムトラベラーがやってきたんだけど、こいつ、なんと、YouTube チャンネルの APEX TV ってところで、昨年12月22日に、ボイスメッセージを送ってるのよ。まあ、かなり人類に対して、ものすごい警告をしてると。まあ、動画があるんだけども。Hello, APEX TV. I reside in the year 4900. え、嘘でしょ？ I live in a town and a world. ちょっと泣いてるこれ。結構悲しそうだね。悲しそうだよね。Time journey has destroyed our will for ambition, bit by bit, future years. Document this name and all of the details I provide. Janu Oliver Beck. Janu Oliver Beck. Born on September 12th, 2018. Elected as the 56th President of the United States on November 3rd, 2018.Assassinated on July 11th, 2084, at 65 years of age. He was rationally the most influential human being to ever have lived. He proved the existence of God to the masses through a single philosophical idea. This one message changed the world for centuries. He cannot be assassinated. He must never be elected the President of the United States of America. 16, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8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 ,
これによって人類の進歩はもう止まってしまうって言ってるので、でも怠け者になるってこと。お前だいぶ未来人だね。この男性は我々の時代であればまだやり直しは効くと、まだ未来は変えられるってことで我々に警鐘してるらしいので、このタイムトラベラーを挙げたジェイニュー・オリバー・ベックっていうこの人物なんだけど、まあ、未来にアメリカの第56代大統領に就任する。でこのボイスメッセージを送った時はまだこの人物は生まれてない。ただこの人物なんと今年の2018年9月12日にこの人物かと思われる子供が誕生してるのよ。これだ。そうですね、まあ、このベックがどんどん成長して大統領に就く時が2082年の11月3日ってやってる。ということは高齢者になってから大統領になった。衰えてからでなんとその2年後の2084年7月11日に彼はなんと暗殺されてしまうと。まあ暗殺されるってことは世界に恐ろしいほどの影響力を与えてるってことだから、まあその人類の命運を左右する重要な仕事をするって言われてるのね。このおじいちゃんが舐めてんだろ。トランスさんも70だからね。そっか、あれ元気だねあの人ね。でこのベックはあの政治家であるとともに哲学者でもあったと。だからこの在任中に神が存在することを人々に向かって証明するらしいよ。証明するってことは証拠を出すってこと。結構めんどくさい人でしょ。だからじゃあ最近生まれてきた子はもう殺しなきゃいけないってことなんですよ。でまあこういう過激な思想を持ってるから、まあ、もちろん反感を食いやすいと。だから彼は暗殺されてしまうんだけども、タイムトラベラーが言いたいのは暗殺されるようであればこのベックは大統領になるべきではないと。だから大統領になることを阻止しなきゃいけないって言ってるんだ。でその唯一の望みがこのベックが大統領になる前に、まあこいつはこういうことをするよってのを、まあ、明るみにしておかなければいけないっていう風でこの世界にやってきたと。2100年ぐらいのやつが来ると思ってたらさ4930年。とんでもないの来たよね。でまあさっきこの人物が今年の9月12日に生まれたって言ったでしょ。でこの Apex TV のスタッフが動画のコメント欄に9月12日の出生時情報を募ったので、そしたらなんかリンダ・ジェニファーさんって人から、私の働いてる病院で9月12日に生まれた赤ちゃんが両親からジェイニー・オリバーと名付けられていましたっていう風な表明があった。でまあ早速コンタクト取ってるらしいけど、かなりの有力候補らしいよね。で彼が動画の最後で言った謎の数字の羅列があるでしょ。まあ16844844488848っていう風に続いてるんだけど、有力なものとしては大統領の在任期間なんじゃないかって説が高い。でこの最初の16っていうのが2016年を表してるっていう風にすると、その次の大統領の就任期間が8年、次は4年、次
は4年っていうふうに続いてると。今のあのトランプさんいるでしょ、トランプさんが45代の大統領だよね。確かにこの数字を追っていくと最後の8ってのが第55代となって、その次にジェイニー・オリバー・ベックが56代大統領に就任することになると。ということは16の次が8だから8年ってことでしょ。トランプさんは続投するってことだよ。そう、トランプはこの予言によると2024年まで大統領を続けることになる。もうこれ決まっちゃってんだよ。決まっちゃってんだよ。決め決めなんだよね。決め決めは一回やってるだろお前それ。